はい、皆さんこんにちは、大根ファミリーのトシです。ママパパです。イエーイ。今日は何するの？今日は対決ということで、今日はお菓子のデパート吉屋様に来ております。ここでですね、ドシちゃんとナシちゃんに対決をしてもらいたいと思っております。パパは撮影隊。ですね、お金500円まで自分たちで計算しながら買い物してもらって、500円に近かった人の勝ちです。はい、遠かった人のお菓子はマジで没収。もらえません。買うのに。あともう一個ルールがあるんだね、パパ。はい、あで、ドシちゃんがナシちゃんが食べたいものを1個買うで、ナシちゃんはドシちゃんが、食べたいものを買う。そう、1個相手にプレゼントも絶対入れてくださいということです。いけますか？じゃあこの対決やっていきます。これが絶対500円ピッタシ言ってやるぜ。どう？こういうのにあるよ。おお、きなこ棒、懐かしい。30円。おお、すごい。きなこ棒。30円。おお。もう一回。今回のこの勝負勝てるように買っといたら、あれやで、ナスちゃんに1個買わなあかんねで。そうか。ナスちゃんもドスちゃんに1個買わなあかんね。ナスちゃんにこれとこれ買いました。2個も？500円よ、500円。で、あっちもめっちゃ広いで。それがヨシちゃんの。ヨシちゃん好きそうなやつ。勝負よ。
すごいね。これ美味しいんですよ。美味しいんですか？はい、美味しい。大きい。大きい。買いましたもん。大きくない？これ好きなやつですね。レモンのこれ。うんうん。買いたいと思います。買いたい？制限時間とかありますか？制限時間はとりあえずないですよ。もうなっちゃんのお菓子ばっかり買わんでいいで。あとはもうどうしのでいいで。何これ？シビックみたいなって。何？何なんやろね、ラムネかな、ラムネじゃない、何選んでんの、パチパチじゃない、パチパチ自動スキルで買いたいと思います。はい、これ500円負けたら全部没収ですよ全部没収だってもう計算してないでしょ感覚でいこうとしてるでしょ500円って結構よ。それ何円、せんべい、これプチだから、どれプチだから、いや安い安い、これこの値段かな、やばいね、これ300円とかで行って、300円行ってる、行ってないかもしれない、これ書いてあります、はい、ビッグサンダー、ビッグサンダーでもこれで58円、に消費税だよ、消費税書いてあれよ、計算してる、これにします、これ、はい、ブラックサンダー、いやでもこの辺かもな、それそれ違うかもね、あ、そう、かば焼きさん食べたのか、かば焼きさんね、終わり、え？ 500 円それで、いや分からんよ、決めてよ、高いの分かってるし、くるくる回ってる。
それ何円分選んでるん？今度100円分の下ら辺のやつを選んで。今100円分ぐらい？300ぐらいいってそう。いってそう？何本円分買わなあかんの？500円分。500円分？大変やな。それ大きない？え、これ大きい？大きいかな、わかるな。オッケーですか？で、これで終了で、はい。はい、それでは結果発表でございます。ガチ緊張してきたでしょ？もう500円分買いましたが、計算しながら買えた人。いけない。なんか初めはちょっとね、どしちゃんもね一生懸命計算してる風やったけどね、ほぼほぼ計算してなかったよ。ということで、パパがゴチ風にトントンってした人のお菓子を没収ということになります。結果はここにあります。はい、ありますよ。じゃあパパさんお願いします。おお、やだ、そっちなの？あ、違うの？やめてあげて。おお。あ、やっぱりそっち。あ、違うのね。どっち？あ、そっちなの？やばい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 。ガチガチ。怖い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 。あ、行くの？え、どうすんの？どっちなんだい？プレゼントは何だったんでしょうか？それが合ってるかどうかも分からへんけどね。どういうこと？え、なっちゃんが好きかどうかも分からへん。いや、でもなっちゃんのこと考えながらでしょ。なになに？はい、トレパス。それ何？なっちゃんひっくり返し？それ何？これプレゼントやった。じゃあそちらのカルパスは、カルパスはなっちゃんいただいてもいいんですけど、カルパスだけです。いただいていい？そうですよ、カルパスだけ取っていただいて。あ、はい、じゃあこちら没収です。ナイちゃんカルパス、なになに、なになに、ナイちゃんはカルパスだけとなります。なにショックからな。え、俺でも結構意外とさ、うん、意外と俺上手くなかった。あんな噛んでいってたの。ほんまに噛んでいってたよ。だから俺あれやった、やったーめん買ってもよかったんや。かやったーめんいくらなの？あれ10円か20円。あ、もっと近かったんじゃない？じゃあもっと近かったってことやな。テンションはなかったってことで、うん、めっちゃやったーめんで往復何回した、あの店。2回何回したんやったーめん。そう、まあそんな感じで、500円は至り所はございませんでしたけど、うん、今回はどうしちゃうの？3000円ぐらいの差でしょ。30円ぐらい。
すごーい。で、なしが、なしもでも惜しかったんじゃない？ 580 円やろ。惜しかったよ。頑張ったね。はい。結構いい先生やったってことやな。でもね、やっぱりね、ママ思うには、どうしちゃんはこまごまね、ビビりながら買ってるけど、なしちゃんはなんか、おっとっとドーンみたいな、コアラのマジドーンみたいな、性格がめっちゃ出てたと思う。はい。そうだね、うん、今日の動画が良かったなと思っていただければ、はい、チャンネル登録、高評価、拡散とコメント、よろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で。バイバーイ。